上質松潤、どうも年間です。はい、怒られます。はい、甘んじて怒られるの受け入れます。ということで今回ですけど、視聴者さんからもらったさまざまな質問に念願が答えてみよう。視聴者さんにツイッターの方で募集かけたんですよ。質問ありますかと。その質問に、順に答えていくっていう緩い感じでやっていくんですけど、結局勉強の質問めっちゃ多いんですよ。緩いね、質問になるべく答えていこうかなと。いただきまーす。ということで質問に答えていきたいと思います。今の嵐に対する愛を語ってください。これ結構あったんですよ。僕がなんで嵐好きなん、どんだけ好きなんっていうやつね。ちょっと待って、とりあえずいただきます。トロでね、嵐ね、僕ね2003年ぐらいからずっと好きなんですよ。僕が小学校5年生ぐらいの時からね、に良い子の味方っていう桜井くんのドラマとかでめちゃくちゃいい曲やなって、戸惑いながらって曲なんですけど、非常にいい曲やなと思ったことがきっかけで好きになったんですけど、やっぱり大人になってより好きになってますよね。結局なんでかというと、普通ジャニーズってかっこいいじゃないですか。武器がね、多分ね、かっこいいだけの人ってね、ジャニーズでもなかなか成功しないんですよ。かっこいいだけじゃないんですよね。だから嵐の良さって、もう人として、人間力、ここなんですよね。結局人を好きになるポイントとして、相手のことを思える、ファンのことを思える、そういう行動が取れる、誠実さがある、こだわりがある、このあたりを全部兼ね備えてるっていうのがまずありますよね。で、ライアーゲームみたいなとこあるんですよ。社会で生きるって、要は例えば5人でグループ組めって言われて、5年後に、はい、俺やっぱり違うことやりたくなったからやめますっていうことだってできるわけですよ。できるんですけど、嵐ってのはほんまに5人で1つってことに一貫してましたね。本当にこれって結構すごいことで、人生って80年ぐらいしかないわけやん。その中の20年間をこの残りの4人に割けるか、お前らと一緒にいることに割く価値があるのかってなった時に、あるから割くわけやん。で、それを5人ともあるってまず思えること、これ奇跡なんですよね。本当にこれ奇跡なんですよ。嵐のメンバーはあれ、5人とも一緒にやっていくぞっていう気持ちが20年間切れなかった。そういうチーム作りどうやってやったんやろうなっていうのを日々考えてるなところなんですよね。これが僕のね、嵐の好きなところ。もちろんね、曲とかは次なんよ。好きなアーティストの曲とかって全部よく聞こえるみたいな現象ないですか？俺結構あって、それどの曲が出てもいい曲に聞こえるって現象が起きてる時点で、もう僕嵐大好きなんですよね。もうこれは、今こうやって嵐つけてますけど、はい。でも人生であと1回だけライブ行きたいよな。何回でも言うんやろね、ほんま死ぬまで。もう1回行きたいなって何度でも言うんでしょうね。初対面の人と話すときや仲良くなりたい人と話すときに意識していることがあれば教えてください。 SNS で友達を作るのは苦手なので、会ったときすぐ仲良くなれるコツなどあればぜひ教えてくださいということなんですけど、でもさ、意図的に仲良くなることよりも、なんか仲良くなってたってことの方が多くないですか？どっちかっていうと、自分が何したいねんで進んでいった先で出会う人たちと友達になればいいんじゃないですか。そんな無理になろうと心がしんどいやん、そんなこと無理してたら。あ、この人面白そうとかさ、その自分が興味持った人から喋ればいいんじゃないですか。別にそんなコツとかあんのかな、俺よくわからんわ、ほんまに。うん、でも一個わざというかあんのか、あいつ実はすげえやつやでって思われるっていうの結構大事というか、勝手に向こうから喋りかけてくれるんで、なんか特技とかあるとやっぱね、なんか仲良くなりやすいですよね。でもな、やっぱね、心の底から友達になろうと思ったら、何かを一緒に成し遂げるっていうことをすると、やっぱり心の底から仲良くなると思いますよ。表面的な付き合いじゃなくて、深く話し合ったりするじゃないですか。何かを一緒に成し遂げる、例えばチームを一緒に作る、あんまりおらへんウィンドサーフィン部に、じゃあ一緒に部員を入れるためにどうするか頑張ろうってなった時に、表面的な付き合いじゃ無理で、結構どうやればそういうことが達成できるかとかを多分真剣に話し合ったりする必要があるんですけど、大人になるとね、心の底からそういう話をして乗り越えた人の方が仲良くなれるかなと思いますね。本当に無理せんでええと思うで。じゃあ続きまして、電眼さんは高3の夏まで部活を頑張って、そこから受験勉強をスタートしたとおっしゃってましたが、当時初っ端から集中できる体力ありましたか？集中力は長期間にわたって鍛えられてできるようになると聞いたところがあるので、と。集中力っていうか、結局危機感なんですよ、最初始める瞬間っていうのは。ほんまに最初の始める瞬間っていうのは、やばい、やらないと俺の進路がないとか、その危機感から俺はやったんよね。で、最初集中力あるかって言ったら多分ないんよ。なんでかって言ったら、できひんことが多すぎるから、やる気がなくなるっていう方がでかいと思う。潜在的な集中力とかじゃなくて、できひんことが多すぎるから、集中力が切れてまうよね。もうええわ、みたいな。
逆に言うとできることがどんどん増えていったら楽しくなってくるんよね。そういうのが大事かなと思うわけですよ。これ結構言ってんねんけど、1年先の2年先っていう長めの目標じゃなくて1ヶ月ぐらい先の目標を作って勉強すると、とりあえず1ヶ月後の目標に向けてやるわけよ。階段を受験生ってさ、例えば京大合格、阪大合格みたいな50段上のぐらいの階段を見てる感じを一気に登ろうと目標を作るわけやけど、そうじゃなくてこの1ヶ月は5段先、例えば物理の電磁気学の理解完璧にするだけみたいな、でこの1週間は物理しかやらへんみたいな時があってもいいと思うんですよ、僕。正直夏期講習みたいなイメージ、その1週間集中できません？なんか逆に果てしなくない目標を作るっていうのがやっぱ大事だと思うんですよね、集中力を保つためにも。デリガーさんこんにちは。大人になったなーと思う瞬間はいつですか？童貞卒業するしないの話をすることがもうゼロっすね。20歳ぐらいの時ってお前まだ童貞なみたいな話をするわけですよ。別に正直ね、まあそもそもいつ卒業したってええやんってのがあるわけですよ。別にその人のタイミングなんやから。まあちなみにこれこういう話するとデンガンはいつやねんとか言うんで、僕は21ぐらいですけど、どっちかっていうと誰々が誰々と結婚したみたいな話ばっかなんですよ、もうこの年になると。これ大人になったなってめっちゃ思う。正直大学で専攻してたことと全く違うことを職業にしたら親悲しむかな。僕は悲しまないです。僕が親やったら絶対にこれをやりたいんだって思って大学にちゃんと行くやつって世の中に何人いんのって話になった時にほぼおらへんと思うねんな、そんなやつで。別に、まあ、俺それでもいいと思ってんの。若ければ若いほど広く浅く学べ、ドドンっていう僕の論理があるわけですよ。最終的にまあ25歳ぐらいで人生の岐路が来る人がほとんどやと思うんですよね。言うても25歳、23歳から27歳ぐらいで人生どうしようかな、何を仕事、何をなりわいにしようかなっていう時が来ると思うんですよ。まあ、そういう時にしっかり選択肢が持てるように広く浅く学ぶべきじゃないかと僕は思います。俺全く違うこと職業にしてるけど親何も悲しんでないで。春から高3になるのですが、現在模試の成績があまり良くなくて、あまりにも良くなくて異議反対が続出。僕と一緒ですね。面談をした時に担任からいろいろと言われ、とにかく辛くてメンタルがかなりボロボロです。メンタル面でのアドバイスもお願いしますと。高校3年生終わるまでずっと E 判定でした、僕。本当に神戸大学の模試 E 判定、浪人してからの5月の模試でいきなり B 判定出たよ、半大しかも。なので何があったかというと、ほんまの基本中の基本をにもうちゃんと忠実にそこから目を背けない、分かってないところから目を背けようとしちゃう癖あるんですよ、受験生って。分かってないところを背けて分かってるところから受験範囲出てくれみたいな、なんかそのこうやって祈ってる人らが集団がいるんですけど、僕はそうじゃなくて、なんで分かってないのか、基本的なことなんだっていうのを徹底的に4月やったんですよ。基本的なこと分かり出してるからやっぱりその問題がね、見え方が変わるんですよ。なんかね、自信を持って問題が解けるようになるんですよ。それまでちょっと根気強くやってほしいなと思います。本当に教科書レベルのことを人に説明できるようになるぐらい理解するってことはやっぱり大事だと思いますよ。で、もう一個だけ言っとくと、受験で私の人生決まるわけないやろって思うのもある、正直。その先にどういう進路があろうが、君はこの1年をもし頑張ってたら幸せになれる。頑張った経験ってね、無駄にならないんですよ。結果に繋がらなくても何かに繋がるんですよね。まあ受かったから言えるやろとかも思うと思うんですけど、受かってなくても多分こうなってました、本当に。だってあの1年多分世界で一番頑張ってましたから、本当に。これは自分自信を持って言えるんですよ。私はもうこの1年間誰にも負けへんぐらいやった、頑張った、よし、それで受験結果どうなるか知らんってなれるぐらいやれるのであれば、そのやった先に君の素晴らしい未来がある。不合格やったとしても頑張った先の未来というのは非常に明るいことが多いです、本当に。まあ、デンガーさんの最近の趣味や楽しみ、ちょっとまあ、勉強の質問も多かったんで、ちょっと最後ぐらいはね、ちょっと軽い質問。一番の趣味は多分ね、プロ野球観戦じゃないかな、と、麻雀かな。麻雀、ちょっとこれぜひね、麻雀関係者の人、僕を一度公開対局に呼んでください。僕結構できるんですよ、麻雀。ちゃんと打てます、僕、本当に。で、あと、プロ野球関係、阪神タイガースの応援ずっとしてるんで、で、今年はね、大型ルーキー佐藤輝明が入ってね、ワクワクしてます。早くシーズン開幕戦から、まだ撮影時開幕してないんで。でね、僕が生きてる間にまだ一回も阪神で日本一になってないんですよ。阪神タイガースって1985年をなんと最初で最後なんですよね、日本一になったの。だから阪神タイガースさん、僕が生きてる間に日本一を見せてくれ、これだけですよ、本当に。あ、ちなみに僕のね、最近の野望はね、
YouTuber 代表の阪神タイガース応援クリエイターみたいなやつちょっとないんかなっていう、関西のテレビ局とかでね、電眼売り込みに行きたいなってちょっと思ってるんですよね。阪神タイガースの知識僕尋常じゃないんですよ、多分もう好き度半端なくて毎年ほぼ全試合見てるんですよね、ダゾーンで。今は知識活かしたいなと思うわけですよ、せっかく手に入れたこの野球の知識。野球ってめっちゃ数字で語られるんですよね。打率だとかホームランの数とか盗塁の数とか、なんかもう数字でその選手の能力が測られるんですよ。それがまあおもろいわけですわ。パワープロとかもね、僕よくやってますけど、こいつよりこいつとか、なんか自分なりのね、なんか打順組んだりね、なんかそういうことをするのが楽しい人種がやっぱプロ野球好きになるんですよね。今プロ野球選手が YouTube 始めたりされてるじゃないですか。僕結構見てるんですよ。高木豊チャンネルとか、片岡あずしチャンネルとか、里崎智也チャンネルとか全部見てるんですよ。一度コラボさせてもらえないかなとかね、まあ、僕のチャンネル多分見てるわけないんですけど、特にね、片岡さんなんていうのはね、僕が子供の時の大スターですから、まあ、その辺の人は、まあ、上原浩二さんとかもそうですよね。もう完全に僕が子供の時のスーパースターですから、まあ、そういう人たちと一度コラボしてみたいなとやっぱ思いますよね。じゃあラストの質問いきましょうか。はい、今年の受験生に応援メッセージ。まあ、正直受験生だけじゃなくて、今から4月新たな年度が始まるわけなんですけど、受験生だけじゃなくて全員みたいなのは、僕も含めてこの1年何成し遂げたいねんっていうのを、まあ、決めてみることですね。まあ、僕は2021年中に個人の本出すっていう目標があって、一人で書く本っていうのを出してみたいなと思ってたりするわけですよ。まあ前はね、花伝というかチームで本書きましたけど、だいたい半年かかるんで、本を書き出してから売るまでに多分半年はかかるんで、今年中に出せるようにちょっと出版社の方とかに出向いて動いてみたいなとか思ったりするわけなんですけど、まあ、僕みたいなそういう感じでなんか野望じゃないけど、もうこの1年で、俺はこの1年物理を勉強するんだ、まあ別にそれでもいいです、この1年は野球を頑張る、なんでもいいです、本当にそういうのを決めて1年間を取り組んでもらえたらいいな。2年後の合格なんかを目標にするんじゃなくて、そりゃそうなんやけどみたいな、今のうちからしっかり一歩一歩階段を登るためにも、近めの目標は必ず近めで設定する。大学受験志望校に受かるなんて当たり前の目標じゃないですか。それのために3ヶ月後、1ヶ月後、もう半年後、もっと言うと1週間後どうなってたいか、そういうのを決めながら受験生頑張ってもらえたらいいなと。ということで本日の日曜電話以上になります。ありがとうございました。